ジャズ喫茶バリエレラのおっちゃんです。こんにちは。今日はですね、ジャズの写真集を紹介したいと思います。ジャズの私が影響を受けた、またおすすめの本ですね。それを最近ご紹介してるんですけど、その3回目になります。第1回目は本を紹介しました。2回目は写真集、そして今日3回目なんですけれども、本としての性格、読み物としての性格もありますし、写真集としての性格もある本なんですね。むしろその写真に目が奪われる、そんな本なんですね。はい、今日紹介する本はですね、こちらになります。要所になるんですけれども、ここに書いてあります。 Three Wishes という本ですね。ご覧の通り、ここに写っているのはセロニアス・モンクです。非常に彼が関わっている本です。それからこちらにいるのはチャーリー・ラウス、モンクの、サイドメンですね、サックス奏者。はい、それでここにホワイトボードで、概要をですね、例によって書きましたので、こちらで、流れを説明させていただきます。ここにありますように、3回目 Three Wishes、 それで By Panonica de Koenigswater、 ちょっと不思議な名前ですよね。それで、ここに著者パノニカと書きました。それでこのパノニカという人はですね、イギリス生まれ、1913年に生まれて1988年の11月に亡くなるんですけれども、彼女はですね、イギリスの富豪ロスチャイルド家のですね、チャールズ・ロスチャイルドがお父さんなんですね。パノニカのお父さんは、まあいわゆる資産家です。有名な資産家です。それでパノニカというこの不思議な名前というのはですね、このお父さんであるチャールズ・ロスチャイルドは、銀行家でありながら、昆虫の研究家でもあったんですね。それでこのお父さんの奥さんが、ハンガリー出身なんですね。ハンガリーへ行った時にですね、このお父さんが新種の蝶々ですね、蝶々を発見したんですね。それに命名したのがパノニカという名前。それを自分の娘の名前にしたということなんですね。それでこのパノニカというのは、通称ニカとも呼ばれています。ミュージシャンの中にニカと呼ばれたりするんですね。それでこのパノニカという、どうでしょうか、波乱の人生だったと思うんですけれども、ちょっと離れてしまいますけれども、ここは説明せざるを得ないので、あまり、詳しくはしないんですけど、パノニカという人はそういうふうに、富豪の娘で、それでこのコーニングスウォーターという、これはですね、旦那さんの、パノニカの旦那さんの方の、名前なんですね。要は結婚して、このコーニングスウォーターというのがまたフランスの、貴族なんですね。伯爵なんですね。ジュールという人なんですけども、そのジュールと結婚してパノニカ・ドゥ・コーニングスウォーターというふうになったんですね。それで1939年とか40年とか、第二次世界大戦が勃発して、それでこのパノニカと主人であるコーニングスウォーター二人で、もうナチスが、フランスを攻めてくる関係でフランスから離れます。それでそのジュール旦那さんも非常に何て言いますか、闘志のある人で、二人でですね、いわゆる地下活動みたいなこともやってですね、もう非常にこのパノニカは、強い女性なんですね。それで、フランスを離れてアフリカとかへ行くんですね。それで、地下活動をやったり、フランス自由軍のソルジャーになったりとかするんですね。それで第二次世界大戦が終わって、それで、
ジュール、旦那さんは外交官になる。それでいろんなところに、ノルウェーとかメキシコとかいろんなところに、赴くんですけれども、パロニカはまあそういう生活があまりなんていうかそれほど好ましくなかったということで、パロニカは、ジュールと、まあ、離婚してですね、それでまあ自分の道を行くんですけれども、それでまあいろんなことがあって、まあアフリカでいろんな人と、まあいろんな人と、知り合ってですね、そういった過程の中でジャズと、まあ、巡り合うということなんですね。そこは詳しく、ね、申し上げることではないので、あの省きますけれども、それで1954年ぐらいですかね、セロニアス・モンクが、まあ、1954年というのもモンクがあまりちょっと不遇な時期があったんですね。でパリに来たんですね、モンクが。そこでまあいろんなルートで、まあ、紹介されて、それで、パロニカはですね、まあ、ラウンドミッドナイト、モンクのこれに非常に感銘を受けてですね、それで、まあ、ジャズに、まあのめり込んでいくという形で、それでジュールとも離婚しましたし、で彼女はニューヨークへ行きます。ここでニューヨークで、まあ、いろんなことが起きるんですけども、まあ一番の例が1955年チャーリー・パーカーが死ぬんですけども、チャーリー・パーカーはですね、このパロニカのアパートメントで、亡くなってるのが、まあ、発見されるんですね。これクリント・イーストウッドが作ったバードという映画がありましたね。そこでも描かれてますけども、そこはのアパートがこのパロニカのアパートだったんですね。それでまあ、いろいろあります。ミュージシャンとの交流ですね。それで、パロニカという人はですね、その、なんて言いますか、そういう気質を持ってるんですから、そういう強い気質を持ってるんですから、こういった、まあ、ジャズミュージシャンというと黒人が多いので、その黒人の、ジャズミュージシャンとの交流が多くてですね、それで、まあ、ニューヨークでは逆に、嫌われるんですね、はっきり言って。そういった、体制側からするとですね、もう何とも気に入らない存在なんですね。白人女性が、まあ、黒人のミュージシャンを擁護するような感じで。ですけど、そんなことではめげないんですね。いろんなことがありました。セロニアス・コンクと車に乗っている時にですね、あの警官に捕まって、そこでちょっとマリファナが発見されたりして、それをパロニカが、なんて言いますか、自分が身代わりなんですね。そういったこともあったりとかですね、非常に強い女性です。それでいろんなアパートをですね転々とするんですね。それでもうダメだということで、それで、彼女は、ニューヨークからニュージャージーに移ってですね、映画監督という意味だったスタンバーグって言いますよね。 その人が使ってた、お屋敷をですね彼女は買い取ってですね、そこでの、まあ、物語というか写真というか、それがこれです。そこでもういろんなミュージシャンをですね呼んでですね、そこで、リハーサルとかでセッションをやらせたりとかですね、そこで収められている写真がここにある写真なんですね。それでパロニカは1961年ぐらいからですねあることを思いついて、ここに来る、ミュージシャンにですね3つの願い、これが本題ですけど、もし叶えられるとしたら、3つあるとしたらどうする、何がしたいとかですね、そういうどういう願いがあるということをですね聞き取るんですね。その3つの願い、この肝心な、タイトルに表す3つの願い、その3つの願いをですねいろんなミュージシャンに、インタビューするんですけれども、もちろん最初に聞いた相手はセロニアス・モンクなんですね。セロニアス・モンク、はい。それで
文句がここにも書いてあるんですけどもね、文句はまあ例によってまあ部屋の中を前へ行ったり後ろへ行ったりくる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 部屋の中をくるくるしてですね、答えました、それがですねこちらに書いてあります。ご覧いただけますか。はい、文句がその3つを願い、まず1つ、まあ音楽家として成功すること、それから2番目が幸せな家族を持つこと、それから3つ目はですね、素晴らしい友達を、君のような、つまりハノニカにさせてですね、君のような素晴らしい友を持つことというふうにこの3つを答えました。そしたらその時ですね、ハノニカに書いてますけど、何文句セロニアス、もう全て叶えられているじゃないかね、あなたはもう叶えられてるじゃないかということを含む書いてあります、はい、こういった感じでですね、いろんなミュージシャンにこういったふうに文句はこういうふうに非常にシンプルに答えてますけども、これをもうやたら長くですね答える人もいたりするんです。ちょっと割愛させていただきます。それはすべてこういうふうに3つ、 1,2,3,1,2,3 というふうにですね、短い人もいればですね、もう本当に、まあ長く答える人もいるんです。あったかな、これも短いですかね、ジミー・ギャリソン、ジミー・ギャリソン、ヘルプ、1番ヘルプ、自分で考えてください。2番がセキュリティ、3番目に、まあ友達とプレイできることとかですね、そういったふうになってます。はい、これを読んでいるだけでもですね非常に素敵な本です。はい、それで、なんといってもですね、今、まあ、ちょっとざーっとこういうふうに聞きましたけども、ポイントを言いますと、とにかくハノニカであるから撮れた写真、もう自分のこのステータスがまあ符号であるっていう、そういう条件もありました、確かにそれはあるんですけども、ハノニカでしか撮れなかった写真、ハノニカというの人は、今ちょっと写真でアップでお見せしましょうか。この真ん中の人ですね、この人がハノニカです。去年ソロネス・モンクの映画が、封切られましたね、そこで出てきてました。こちらにいるのが、これだったか、ケニー・クラーク、こちらはアート・テイラー、ここは、バド・パウエルですね、ちょっと、年代が違うのでちょっとパノニカこれ若いですよね。41歳ぐらいの時からこの聞き取りを彼女思いついてやってるんですね。例えば、これはパノニカとモンクですね。これで反対側にあるこれ、これはパノニカとチャールス・ミンガスですね。はい、それで例えばですね、ちょっと長くなってすみませんね、こういった写真があります。パノニカで、こちらは、パノニカのお嬢さんですね、ブリットっていう、ブリット・ド・コーニングソンと、これはミュージシャンのサンダーですね、ここはですね、もう本当に素晴らしい。例えば、まあ文句が多いんですけども、もちろん、関係上ですね、文句の、すみません、文句の写真がいっぱい、映画でもこうやって文句踊ってましたよね。はい、これなんか珍しいですよ、文句とソニークラブ、それから文句後ろにハンクモグ、それで、例えばここはオーネット・コールマンから、
ジョン・コルトレーンですね。こういった写真なんか、カノニカでしか撮れないですよね。例えばですね、非常になかなか撮れない写真、これソニークラークですよ。ソニークラークのこういった姿はなかなか見れないんじゃないでしょうか。はい、それでそれでこの例えばこれ猫を抱いてましたね、ソニークラーク。それでその、バルニカが買い取ったこの家を通称キャットハウスと言われてたんですよ。映画でも紹介されました。バルニカは動物愛護家でもあったんですね。それで、この家になんと122匹のキャットがいました。これで通称キャットハウスというキャットハウスで撮られた写真なんかですよね。これなんか、これペッパーアダムス、それからこれは誰ですか、ジュニアフックスライドハンマーとか、なかなか見えない写真がいっぱいあるんですよね。これはフレディ・レッドですね。はい、といったことなんですね。はい、それでここに書きました。このパノニカでしか撮れなかった写真。それで、まあ、パノニカという人は、ここでこれ書き上げた人が、まとめた人が孫娘の、ナディーヌ・コーニクスウォーターという人なんですけども、ここにも、書いてあります。最後に、最初の方に序文が書いてあるんですけども、彼女のこの何て言いますか、遺書と言いますか、遺志ですね、は、まあ、自分のが死んだ時ですね、自分の肺をですね、ハドソン川に流してほしいと。それも文句のラウンドミッドナイトにちなんで、夜中にですね、流してほしい。それが彼女のですね、願いだったということが書いてあります。はい、すみません。ちょっと脈絡なく話してしまいましたけども、とにかくですね、写真が素晴らしい、写真が。それでこれ、翻訳も出てたんですけども、翻訳は、もうちょっと大判で出てるんですけども、ぜひこの現象ですね、もう持ってるだけで嬉しい、そういう写真集であり、読み物ですね。これ、当然、もう新しい本は、手に入れることはできないかもしれませんけれども、例によってネットで皆さん調べてぜひ、買ってですねお読みください。もう素晴らしいでしょう。はい、といったことで、このパノニカという人は本当に素晴らしいとですね、最後に、これも、ナディーヌ・マグモシが書いてありますけれども、まあ、パロニカは、まあ、ヒューマニティまで、インテリジェンスまで、だから何度言ってもフリースピリットですね。ここでも書きましたけども、本当に無視の支援というか、まあ、平たく言ってしまうと、それはパトロンという表現になるかもしれませんけども、なかなかできないことではないかと思います。はい、今日はですね、3ウィッシス、これを紹介しました。長くなりました。じゃあ、バイバイ。